少子さんが厳選した今週の気になる話題から新作のミニ落語「ニュースモール落語」をお送りする「ラジオ演芸金祭亭本日は古典落語をお届けいたしますす演演目はは初天神でででそれではラジオ園芸金祭亭開演です。 えー、それでは、あー、立川少子サイと新春初笑いの落語ということで、えー、今日は古典落語の初天神を、えー、お楽しみいただけたらと思いますけれども。おいおっかあー、おっかちょっと羽織ちょっと出してくれよ。えー、羽織だよこの間新しく作ったあの羽織を出せってんだよ たくね、この人は、新しいのこさえると用もないのにそうやって来たがるんだからね。新しい羽織着てどこ行くんだよ。えー、お便所かい <laughs> 羽織着て便所に行くバカねえだろ。そうじゃねえよ。今日天神様。なお祭りだ。初天神だからお参り行ってこよってんだ。だから早く羽織を出せってんだよ。 あら、そうじゃあ、お祭り行くんだったらね、あの、金ちゃん今表に行ってるけどさ、もうすぐ帰ってくるから、金ちゃん連れてっておや何言ってんだよおめえだって知ってんだろ金棒の野郎はな、えあれ買ってくれ、これ買ってくれっておねだりするんだよ。今日みたいなお祭り屋台どれだけ出てるかわからねえやな。いくら銭があったって足らねえだ。うん、もうとにかく、あいつが表行っ,ってるなら、の鬼の犬馬ってやつだよ。いいから早く羽織を出せってんだよ。うん。じゃあ、おっか、行ってくるぜ。 おとっつぁん、ただいまこの野郎 <laughs>。おとっつぁん、めがけて帰ってきやんで、だどうしたらおとっつぁん、新しい羽織来ちゃってさ。ねせってさ、新しいのこさえると用もないのに来たがるんだよね、おとっつぁんね。新しい羽織来てどこ行くのお便所お前もおっかと同じように言ってんじゃねえ、若野郎。はばかりなんか行かないだろ、羽織来て。どこ行くのどこ行くのっていいよ。よかないよ、教えてくれよ。どこ行くんだよ、おとっつぁんさ。羽織来てどこ行くんだよ、どこ行くってな。うーん、なんだよ。 あのお、ー、っかないな。おじさんたちの寄り合いってのがあって。うん。もうおっかない人たちが集まってる寄り合いにお父さんこれから行かなきゃならねええおっかない人ってプーチンいや、<お>プーチンがいるとこになんでお父さんが呼ばれんだよ。お前、そんなわけねえだろうよ。えプーチンおっかない、おっかないよ、あの人ね。早く戦争やめればいいのにね。そりゃそうだけどな。ああうん。そ、そうじゃないんだけどな。どこ行くのだから、いいだろう 大体いいねお父さんがそうやってねイーシブルってうのはどっかいいとこ行くんだよね <laughs> どこだろうな今日なんかいいとこああそうだ今日天神様お祭りやってるよね初天神だよねお参り行くんでしょそうでしょうねお参りなんでしょう <laughs> なんでわかんだよわかんだよあたいやねであたいも連れていったぐらい嫌だよ どうしてどうしてじゃないよなおめえはなうんあれ買ってくれこれ買ってくれって思っていくとおねだりするんだろ今日みたいなお祭り屋台がどれだけ出てるかわからねえんだおめえはなもう二度と俺連れていかねえって決めたんだから連れていかない。猫手屋内で連れてっておくれよ。だめ <laughs> だよ。どうしてどうしてってだからおねだりするからあそうおねだりするからあたいを連れてかねえんだ。へえそれなりの覚悟があるってことだね なんでこの野郎 <laughs> 親を脅そうっていうのかこの野郎なななんで覚悟ってなあのねもしあたいのことをお父っん連れてかないと後悔するよなんで後悔するってなあのいいよお父っんこれからお参り行ってねであたいはお留守なんだようんいいんだよでお父っんがお参り行ってる間にあたいはねお父っんが生涯かかってもわからないようないたずらをやってやるからね <laughs> なんだその「生涯かかってもわからねえい,いたずらって言教えられないよだって生涯かかってもわからないいたずらなんだからお父さんお参り行くでしょでお参りしながら「あれ金棒の野郎は生涯かかってもわからないいたずらやったのかな <laughs> やってねえのかな?」って思いながらうちへ帰ってくるでしょ「で、えー、金棒やったのかやってねえのか?」って聞かれても「あた <laughs> はお父っんの生涯かかってもわからないいたずらだから黙ってるんだよ」<laughs> やったかやってないかお父さんには分からないんだよで今晩寝るでしょでもね寝られないよ金ちゃんは「やったのかなやってねえのかなやったのかなやってねえのかな?」ってあした眠い目をこすりながらお父さんお仕事行くのねでお仕事しながら「やったのかなやってねえのかなやったのかなやってねえのかな?」って言いながらお仕事で怪我をするよでまた帰ってきて「やったのかなやってねえのかな?」ってもう毎日そうやって「やったのかなやってねえのかな?」って考えてると ストレスが溜まって死んじゃうよ。い <laughs> っといで。何がいっといでだ、この野郎。ええー、そ <laughs> んな、そんなお父っちゃんが死んじゃってもいいのがよくないよ。お父っちゃんに死なれたら困るんだあたいもうちょっと大きくなるまではね、うん、あの働いててもらわないゃ困るからさ。だからあたい連れてっておくれよ。<laughs> なんだよ、うん。連れてかねって決めたんだから。 いいよ、まあ、生涯わからねえ、いたずらなんだからな。あ,あ、お父さん、もう、あの、気にも止めないああ。ああ、いいよ、いいよ。あの、知らん、知らん顔してるから。あらそうなの。いいんだ。ええ、わかった、わかった。じゃあ、じゃあ、お父さんがそれだけ、なんか言うんだったら、あったいは今度は。生涯かかってもわからないんだけど。うーん。ちょっと、あの、ヒントだけ教えてやるような、<laughs> そういう即効性のあるいたずらやろうかな。 なんでその即効性のあるいたずらって、うん、もう教えてあげるねあのお父さんがお参り行ってる間にねぬかみその中にしょんべんしちゃおうかなって言ってね「<laughs> バカ野郎この野郎そんなことしてみろいいや大人味覚っつうのがあるんだな、うん、ぬかみその味だかしょんべんの味だかちゃんと分かっちまうんだよなことないよ <laughs> 今朝おいしいって食べてたじゃんもう,もうやっちゃったのかおい ダメじゃねえか、やっちゃっちゃ。えもう連れてかんなことやないで連れてっておくれ。ねおっさんそう言っておくれよ。そうだよ、うちに置いておくとね、どんないたずらするかわからないんだからね、連れてっておやりよ。お子さんそう言ってんだからね、連れてっておくれよ。そうや、連れてっておやりよ。連れてっておくれよ。連れてっておやりよ。連れてっておやりよ。うるせえな、おめえたちは二人でもって上がった。じゃあ、じゃあ、連れてってやるけどいいかおい金棒なあれ買ってくれ、これ買ってくれっておねだりすんじゃねえぞ。わかったわかった。あの、今日はね、あた、あの、男と男の約束。 だから、えー、どんなに屋台が出ててもあれか作れこれか作れって言わねうんあの男と男の約束だよ、うん、おうそうかだったら連れおっかは聞いたな聞いた聞いたいいかい金ちゃん今日はねお父ちゃんにそう言ってあんだからねもしお父ちゃんの言うこと聞かなかったら川の中におっぽり込んだって構わないってそう言ってあんだから言うこと聞くんだよわかったじゃ行ってくれよあおっかがそう言ってたんだからおめえ本当にな言うこと聞かなかったら川の中におっぽり込むからな へえ、かん中をおぽり込まれたって大丈夫だよ。何が、うん、泳げるからさ。泳げるからさじゃないよ、お前。この寒い中、うん、水の中使ったら泳ぎなんかできないよ。うん、大丈夫だよ。あたちゃんとできるようになってんだよ。うん。か中水泳とかも得意なんだからさ。得意じゃないよ。おめみたいな悪い子はな。<laughs> どんなにう海,海だろうが、川だろうが、そういうとこ入ったところで泳ごうと思っても泳げなくなるというのは、おめみたいな悪い子のところにはカッパが出てくるんだ。え カッパカッパって何何じゃねえよカッパって頭にこうお皿があってな緑色でこうくちばしが黄色でカメの甲羅みたいなのがあるカッパだえ <laughs> そのカッパえー？いるんだいるよ <laughs> うんいるってお父ちゃん本気で思ってる <laughs> カッパはいるだろうよおお <laughs> 面白いねお父ちゃんね あのカッパがいる、現存していると信じていらっしゃる。<laughs> おめでとうございます。何がおめでとうございます。生意気な野郎だな、この野郎は。じゃあカッパやめた。 やめたのうん川の中には放り込まねえその代わりなあの伊勢屋さんってなあそこ番頭さん友達だからおめえをなあの蔵の中に閉じ込めてやるいや蔵の中ってなな真っ暗で恐ろしいんだぞ昼間だって真っ暗だいろんな道具があってな掛け地やなんかも古いやつがあって恐ろしいとこなんだそこに入れるからなうーん伊勢屋さんに入れるんだそうお父さん自分で言ってて情けなくない何が <laughs> 何があってさ、伊勢屋さんといえば七夜さんでしょねえ、七屋さんにも入れるものがなくなっちゃったから、自分のせがれを七草にするようになっちゃってさ。 まあいいよ、あたお父っちゃんのためならね、七草だってなんだってなってやるけどさ、その代わりお願いだから流さないでおくれ。お前いろんなこと知ってんな、この野郎。だって嫌だよ、七流れのせがれって嫌でしょ嫌でしょ、じゃないよ。ねえー。わかったよ、うん。まあまあまあいいや、えー。とにかくな。あのー、言うこと聞いてりそういうことしねえんだから、あさあ、あ、お父っちゃん、あれ何何があの、目、目の前にあの、あの、車に乗ってるあの、二人連れ何 車に乗ってあ人力に乗ってるあれ親子じゃねえか顔が似てるお父っちゃんとせがれだあああれ親子かお父っちゃんとせがれでえあたいたお父っちゃん何何と親子だろうよああそうかこっちも親子だね向こうの親子なんだねあれ車に乗ってさ楽な親子だよねこっちテクテクあるってくたびれる親子だよね同じ親子ならさ 楽な親子に生まれたかったよね。お前そういうこと言うんじゃないよ、い。いか、おい。あんな小さい自分から車なんざ贅沢なものに乗ってろくな大人にならねえんだよ。あそれよりあっち見ろな。おめえよりちっちゃな女の子じゃねえか。お父さんに手引いてもらって、よいよいよいって可愛いじゃねえかな。な子供なんてのはああいう可愛らしい方がいい。どれどれあ、あ、本当だ。ええー、お父さんに手ね、引いて振ってもらって、よいよいよいってあれ面白そうだね。そうだろうあ、当たりもあれやつくんないえ ああの、よいよいよいってやつくんないうんだよ、おめえ、なんだかんだって子供だな。ああそのぐらいならやってやるよ。手貸しな。な同じようにやってやりゃいいんだろほら。よーいよ,いよい。 お父 <laughs> ちゃん、もっとやって、もっとやって、あ、そうか。あ、よいよいよい。もっとやって、もっとやって。た、んだ、かんだ、子供だ。よいよい、よいほら、よいとこら、せほら、よいとこら、よいとこら、よいとこら、せどうだ。おたっんは、本当に無邪気だね。張り倒すぞ、この野郎。<laughs> 親をなぶってやんなこの野郎は <laughs> 本当におとったんってのは面白いなええー、あ見て見て見ておとったのんすごいよえー、やっぱりお祭りだね屋台がさこう右と左にずらっと並んでるね並んでるなうんだけど今日はさあたいはさ男と男の約束だからあれか作れこれか作れって言わねって言ったもんね、うん、そうだな男と男の約束だうんだからさこれだけお店がいっぱい出ててもあたいは今日はおねだりをしないんだよ うん、そう偉いなそうやってお,おねだりしなきゃお父っつぁんのとこになって連れてってやるんだ <laughs> そうなんだよね今日はさあたいはさ男と男の約束をしたからこうやって右と左にずらっと屋台が並んでてもあれかっくれこれかっくれって言わねえんだようんこれだけさお店が並んでてもさ <laughs> あれかっくれこれかっくれって言わねえあたいは 男だよ、ね、<laughs> 男だうんえれんだよなっえれえれそうなんだよこれだけお店が出てってもさあれ買ってくれくれかってくれっていうようにあたりはさえらいんだよすんごく偉いんだよねえ偉いよね偉い偉い偉いんだからさご褒美なんか買ってこれ始まりやがったこの野郎 <laughs> ダメだよダメってだってさこんなこんなにお店が出てても言わないんだよおねだりしないんだよ偉いんでしょ偉いんだったらご褒美なんか買ってダメだよ <laughs> 買ってよダメ約束したろええー、えええええ泣いたってダメだ嘘ソ泣きだろこの野郎うウソ泣きじゃねえやいええ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  このおじさんが角明かすお前誰に言ってんだそういうこといやこれうちの子ですうちの子ですよいや本当に角かそうじゃないもう黙ってろ本当にもにしょうがねえガキだなこの野郎何、えーね、か買って何か買ってってあのあめ玉買ってあめ玉あめ玉あめ玉、うん、いらねえだろだろ買ってよあめ玉一個ぐらいいいでしょあめ玉ねねあめ玉だよアメリカのミサイル買ってっつってんじゃないよ なんでパトリオット買わなきゃいけねえんだバカ野郎。であ玉屋が出てたら買ってあそこに出てんの。この野郎見当つけて物言ってるの分かってあ玉一つぐらい買ってやるよ。おう飴玉屋。はいありがとうございます。 なんでこんなとこに店出してんだよ。<laughs> いやいや今日お祭りですからそ店出してますよ。<laughs> ええいくらなんだよ。じゃあ一つくれよ。銭、ね、ここ置くぜ。わらわら手を出すんじゃないよ今お父っつぁんが選んである。どれがいいなこの赤いのでいいか。何赤いのはああ女の子みてえで嫌だ。おそうかうん赤いのうめえけどな。じゃあこっちに戻そう。じゃあこっちにするかこっちにな。えはっかはきれいだおうがはっか美味しいけどな。じゃあこれ元に戻そうな。 じゃあこの茶色え茶色いのはおいしくねおそうだのか <laughs> あのすいません親方。お そうやってねうちの品物なめ散らかされちゃ困るんですがね誰がなめ散らかしてんの子供が嫌だったからしょうがねえじゃねえかねえ,えじゃあこれでかこれで,いいこれでじゃあこれこれ、うん、じゃこれ一つおい口開けろ放り込んでやるから口を開けろってんだええあんしていいか歯に当てんじゃねえぞ歯に当てるとすぐに飴なくなっちゃうからなであとなでだよ虫歯になるといけねえか放り込んでやるぞほらうんありがとうおはようごますうーんうーん 上を向いて歩くんじゃないの、お前な。<laughs> あそこ道悪になったら、水たまりができてるからあ。あそこ、あの、ちゃんと下を向いて歩かない、着物汚すといけないが、上を向いて歩くなって。下を見、下を見ろ。下を見ろ、この。いったい。と、残金にぶつから。飴玉落っことしちゃった。この野郎。 今なめたばかりじゃねえか落っことしたってどこなんだよえあらや食えるよ見当たらどこに落っことした <laughs> お腹の中食べちゃったんじゃねえか <laughs> この後もまだ続きます初天神の奇跡でございました <laughs>、ねまあ、この後お団子を食べたりねタコ買ってもらったりねいろいろやるというまあ本当お正月ならではの、えー、え落語でございました、はい、いやこういう、うん、ね子供いますよね <laughs> じゃあいいんだきょうも久しぶりにこれ、うん、あのやりましたけどもうん,なんだろうパトリオットが出てくると俺は思わないと思いやいやもう今時のね,ねエピソードもありつつあをなめている時のね彰子<あ>さんがまた、ねこれね、リアルでや、えっぱ、と、り。<laughs> ほっぺにベロがって言ってね「雨、はい、をなめ,、ね、めてるよ」ね「雨をなめてる」って水木さんも一緒にやって <laughs> <laughs> 今ここ聞いてる人どういうラジオだと思う <laughs> <laughs> んどんう ということでえ明日はラーマでね西鉄ホールでィンておりますので,です、ねえー、抽選に当たった方ぜひお越しいただきたいと思いますし、えー、明日必ず来れるという方は、えー、今日あのラジオの方に、えー、電話番号とお名前を、えー、そして、えー、多かった場合は抽選になりますけど、はい、部屋3組ご招待しておりますので。ははい、プロデデューサーはコーサィレクターはボン AD はマイですワンコ好きのワンコ好きによるワンコ好きのためのスタッフもワンコだらけの尖った番組です聞くだけでワンコとの生活がもっと楽しくなるそんなワンダフルな毎日を過ごしませんか山口玲香のドッグモーニングぜひ聴いてくださいね